黄岩作のメダル雑誌サシし絵イセ性黄岩は、現在のモルドバ共和国のオルヘイに生まれた、ユダヤ人彫刻家、版画家である。当時ロシア帝国のベッサラビア県であった、オルヘイで生まれた。1889年から、ハンガリーの芸術家村だったナジバーニャで、ハンガリー人画家、ホローシシモンから絵を学んだ。 1903年からミュンヘンに移り、アール・ヌーボーの工芸家、ビルヘルム・フォンデ・デプシッツ・ランが創設した工芸学校で学び、ミュンヘン美術院の彫刻の教授リューマンからも学んだ。前衛美術の収集家、オストハウゼンから支援を受けるようになった。1908年にパリのサロンド・ドートンヌに初めて出展し、1909年に表現主義の芸術家グループ、 ミュンヘン新芸術家協会のメンバーになった。ミュンヘン、パリで活動した後、アンリバンデ・ベルデと知り合い、しばらく、バイマルの工芸ゼミナールで教えたこともあった。スイスやベルリンでも過ごし、不安定な生活を続けた。1920年代は、ベルリン分離派として活動したアーティストたちと、共に活動した。彫刻家、アリスティド・マイ・オールなどに認められ、1925年に、 サロンド・オトンヌの彫刻部門の副会長も務めた。グラフィックデザイナーとして、版画も制作した。1920年代後半に、オランダの彫刻家と親しくなり、オランダを訪れ、1930年代にかけて、オランダの彫刻家のサークルの中で有名になり、オランダとパリを行き来して活動した。ドイツからは1933年に、ユダヤ人芸術家として追放され、 その作品は大敗芸術に指定され、何点かの作品は1938年に大敗芸術展で展示された。第二次世界大戦が始まると、多くのユダヤ人やロシア人の芸術家はフランスから亡命したが、抗ガンはパリに留まった。1942年2月に逮捕され、ドランシー収容所に収容された後、1943年2月22日に、 アウシュビッツビルケナウ強制収容所に移送され、3月3日に殺害された。ありがとうございます。